第一次、カツ内閣は、陸軍大将のカツ太郎が、第十一外内閣総理大臣に任命され、1901年6月2日から1906年1月7日まで、続いた、日本の内閣である。1903年に、西恩寺金持ちが、聖遊会総裁に就任し、元老、山形有友に支えられたカツと、同じく元老の伊藤博文に支えられた西恩寺が、 交互に主犯となって組閣したことから、1913年の大正政変までの時期は、敬遠時代と呼ばれている。また、日露戦争が勃発した時の内閣であり、在任期間は1681日で一つの内閣としては、日本憲政史上最長であるを超えるのは、不可能である。1901年6月2日任命。 在職日数1681日、1901年6月2日任命、内閣発足当初、前の第4次伊藤内閣の崩壊後、当初、井上薫に対面降下されたが、期待していた渋沢栄一の大倉大臣就任が実現せず、同じく立憲政友会も混乱状態にあったため、井上は組閣自体を表明した。 元君世代からの総理大臣擁立は困難と考えた言老によって新たに押されたのが桂であった。山形有友型官僚を中心とした内閣であり、二流内閣と揶揄された。議会における与党は帝国党のみであり、伊藤博文の立憲政友会と大隈重信の憲政本党は野党に回った。伊藤博文の立憲政友会は、 軍備増強の必要性は認めたものの、カツラの進める地祖増長ではなく行財政改革の徹底を求めた。外交では1902年に1月30日に日英同盟を締結して、ロシアとの対決姿勢を強め、内政では1903年に伊藤博文を数密委員議長に祭り上げ立憲政友会総裁を辞めさせることに成功した。 声優会は代わりに総裁になった西恩寺金持ちの下で、党内優和が進んでいくことになった。しかし、親声優会の奥田義人法政局長官による行財政改革案を葬って、辞任に追い込んだことが意図を含めた声優会の怒りを買い、内閣は攻撃され、一時は帝国憲法の停止を検討するほど5月19日、山形有友宛の桂所官の危機的状況を、 迎えていた。また、立憲政友会側では、同年、衆議院、議員3名が、詐欺事件で有罪となり、議員資格を喪失する事件が発生した。同年の、第19回帝国議会は12月5日から11日まで、わずか7日間であった。第1次、桂内閣における最大の辞席は、日露戦争である。桂太郎首相は、 戦争中の政局の安定を図るため、立憲政友会との提携を希望して、原敬氏との間で次の政権は、政友会総裁の西恩寺金持ちに前上するという、政権授受の密約を交わす。政友会の指示を得た第一次、桂内閣は、日露戦争を乗り切る。だが、多くの死傷者と旅重なる、非常特別税などの増税に苦しんだ民衆の、 不満は、日部屋焼き打ち事件となって爆発。また外交面では、ポーツマス条約、第二次日韓協約、日清満州前後条約の締結によって、一応の役割を果たした。このため、1905年12月に総辞職して、約束通りに、西園寺金持ちに、祖格の対面が下ることとなった。ありがとうございます。